日銀仙台支店が発表した先月の東北の経済状況は宿泊、飲食など非製造業で改善した一方製造業は横ばいでした日銀が3ヶ月ごとに実施する企業短期経済観測調査では景気が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数で景況感を示します 昨日発表された先月の調査で東北6県では非製造業はプラス5ポイントで前回を1ポイント上回りました新型コロナの5類以降を追い風に宿泊や飲食サービス小売りが回復しました一方製造業はマイナス12ポイントで前回と同じでした食料品や自動車の生産は回復しましたが 海外経済の減速を背景に半導体関連が不振でした。